スクエアエニックスプレゼンツ、オベロ海に浮かぶバレリア島、海洋貿易で栄えたこの島では覇権をめぐり民族間での紛争が絶えなかった。ガルガスタン人は民族浄化の名のもとに少数民族ウォルスタ人の虐殺を展開。ウォルスタ人は強制収容地区へ収容され、バレリアの内乱は鎮静化した。しかしそれが束の間の静寂であることを知らぬ者はいなかった。いやー、ナレーションって難しいですよね。まあ一度ねこういうのやってみたいなと思って、やってみたんですけども、下手ですみません。はい、ということで旅岡でございます。こんにちは。今回はですねゲームのお話をしていきたいと思っていますけども、いよいよですね11月の11日に、スクエニから発売される、タクティクスオーガリボーンですね。はい、今回はですねこの、まあ、シリーズのゲームのお話をしていきたいと思ってるんですけど、まあ、一応僕もですねゲームの方を予約しまして、僕はですね今回スチームの方で予約しましたので、12日から、一応プレイできるっていう感じですよね。はい、楽しみですね。もしかしたらですねこの動画がアップされる頃には、もう発売されてるかも分かりませんけども、で今回はですねそのタクティクスオーガリボーンがですね発売されるということで、まあ、それを記念しましてですね、このゲームのシリーズであるオーガバトルサーガですね、これの歴史をですね振り返ってみたいと思っております。ただね僕はこのシリーズのゲームって伝説のオーガバトルとあとタクティクスオーガですね、この2つの作品しかプレイしてませんので、それ以外のゲームに関してはですね、今回はさらっとお話ししていくっていう形にしたいと思います。死ぬために戦うわけじゃない、生きるために戦うんです。はい、それではですねオーガバトルサーガの歴史を見ていきたいと思います。第1作目、伝説のオーガバトルですね、これはですね1993年3月12日に、クエストというメーカーから発売されたスーパーファミコン用のリアルタイムストラテジーシミュレーション RPG です。ここから全てが始まったわけですね。このゲームのディレクターがですね松野康美さんっていう方なんですけど、この方がですね、後にスクエアにてですねファイナルファンタジータクティクスを手掛けることになるんですよね。でまあ当初はですねスーパーファミコン版として発売されたんですけども、その後ですねリメイクされまして、まあプレイステーションとかあとセガサターンとかあと Wii とかですね、あとね携帯電話のそのゲームとしても、リメイクされるっていう形になりまして、いろいろな形でリメイクされることになりましたね。でゲームの内容はですね、シミュレーション RPG という感じなんですけども、まあ、いろんな種族とかあとクラスから、なる自軍、解放軍ですね、そのメンバーをですねユニットっていう形に編成して、それをですね最大10チームに、まあ、展開して、そのあちこちにある都市をですね敵方の、圧政から解放していくっていう。でこのゲームのユニークなシステムとしてカオスフレームシステムっていうのがあったんですよね。でこれは何かっていうと、民衆からの支持率を表していて、まあ、これが低いとですね、まあ、本来味方にできるはずのキャラクターがですね味方にできなかったりとか、あと選べるマップが限られてしまったりとかですね、まあ、ゲームを進める上で、まあ、不利になってしまうというペナルティがいくつか発生してしまうんですよね。でさらに、まあ、最悪バッドエンドを迎えてしまうっていうこともあったんですよね。
まあ、ですのでこのカオスフレームをですねいかに下げずに、維持していくかっていうのがこのゲームの何メインの、まあ、遊び方という形になったんですよね。で本来ねこの RPG っていうのは、まあ、レベルを上げてですね強くして敵と戦って勝利するっていうのが、まあ、普通のパターンなんですけど、このゲームはですねその敵とのレベルがあまり開きすぎてると、そのカオスフレームがですね下がってしまうっていう原因になるので、なるべくそのレベルを上げずに、まあ、勝利していくっていうのが結構ねポイントになってたんですよね。まあ、その辺がですね普通の、まあ、RPG とかと違った一面を持ったゲームだったんですよね。まあ、僕はですね、まあ、当時ねよく遊んでたんですけど、そのカオスフレームが下がるたびにですねこうやり直したりとかですねっていうのをよくやってましたね。いやカオスフレームね、カオスフレームをいかに保つかっていうのがですねもう本当に大変だったんですよねこのゲーム。いやだからそれがね逆に中毒性っていうんですか、カオスフレーム下がったまたやり直しみたいな感じでですねもう何回もやり直してしまうっていう、まあ、ある意味ね中毒性を持ったゲームだったんですよねこれね。っていう感じでですね本当に当時はムキになってもう遊んでましたねこのゲームは本当にね。はい、続いて登場したのがですね、タクティクスオーガですね。こちらがですね1995年の10月の6日ですね、同じくクエストというメーカーから発売されたスーパーファミコン用のシミュレーションロールプレイングゲームですね。本作もですねディレクターがですね、伝説のオーガバトルと同じく、松野康美さんですね。でこのゲームの世界観なんですけど、まあ、架空の世界における民族紛争を、主題とした、ストーリー展開となっていまして、まあ、独自のゲームエンジンがですね、使用されており、まあ、その綺麗なグラフィックとか、まあ、そのプレイヤーがですね行った行動によってシナリオが分岐するという特徴を持っていたゲームなんですよね。でこのタクティクスオーガもですね後に、まあ、リメイクされていくという形になるんですけど、ですのでこのオーガバトルサーガーの全体像としてはですね、まあ、オーガバトルシリーズと、このタクティクスシリーズ、この2つに、まあ、大きく分かれていくっていう感じになるんではないですかね。でまあこのゲームもですねスーパーファミコンから始まりまして、で後にですねセガサターンとかプレイステーションとかあと Wii とかですね、プレイステーションポータブルなどさまざまな機種に、移植されていくっていう形になりますね。はい、で次にこのゲームの特徴なんですけど、前作の伝説のオーガバトルでは、まあ、その自分のですねキャラクターの集まりが一つのユニットとして扱われていたんですけども、本作ではですね一つ一つのキャラクター自体が、まあ、独立したユニットっていう形に扱われてまして、まあ、前作のユニットに該当する集合体の概念をユニオンっていう形で、扱われていたんですよね。でこのユニオンがですね最大で30人まで持つことができたんですよね。でその、まあ、一つの、まあ、あのバトルの、マップでは、まあ、基本的にですねアタックチームとして最大でユニットを、まあ、10人まで同時に出撃させることができたんですよね。でこの、まあ、ユニットにはですねサイズがありまして、で L サイズだと、2体扱いということになりまして、まあ、その分人数が制限されるっていう形になってたんですよね。でまあこのゲームですねタクティクスという名前がついてるように、まあ、前作以上にかなりその戦略性を、まあ、重視したバトルが楽しめるっていうゲームになってましたね。
フィールドにはですね、高低差があったりとかですね、まあ、それを利用した、まあ、戦闘とかも、まあ、楽しめる、まあ、より戦略性の高い、ゲームっていう形でしたね。いや、このゲームも面白かったですよね。で、このゲームの戦闘なんですけど、前作の伝説のオーガバトルではですね、まあ、リアルタイムで戦闘が行われてたので、そのあまりね、まあ、行動を吟味する時間がなかったんですけど、このゲームはですね、行動できるユニットのターンが回ってきた時に一旦時間が止まるんですよね、まあ、ですので、あの普通のロールプレイングみたいな形で、あの何コマンドバトルみたいな感じになるんですよね、まあ、一旦時間が止まってくれるので、ゆっくり何をするか考える時間がありますので、まあ、その間にですね、最前作を、まあ、練るというシステムの、戦闘だったんですよね。さあ、それではですね、それ以降の作品一気に見ていきたいと思います。まずはですね、1999年の7月14日に発売されたオーガバトル64ですね。これはですね、任天堂が任天堂64のソフトとして発売したシミュレーション RPG ですね。で、このゲームなんですけど、開発したのは今まで通りクエストですね。で、発売元が任天堂で、あとですね、ディレクターが松野さんは関わっていなかったんですよね。そこがですね、結構ね、大きな波紋を呼んだんですよね。はい、次の2000年にはですね、伝説のオーガバトル外伝ゼノビアの王子というゲームが発売されました。これはですね、2000年の6月22日に、SNK から、ネオジオポケットカラーのゲームとして発売されたシミュレーション RPG です。ネオジオポケットカラーって何って思われた方が多数いらっしゃると思うんですけど、私も正直覚えてませんでした。どんなのかなって調べてみたんですけど、こんなのでしたね。で、次の年ですね、2001年の6月21日ですね、任天堂から出たこのタクティクスオーガ外伝ですね、これはですね、ゲームボーイアドバンス用の、シミュレーション RPG ですね。このゲームはですね、タクティクスオーガ、まあ、このオーガバトルシリーズの、外伝的な作品という位置づけになっておりましたね。ちなみにこのゲームボーイアドバンスというのは、こんな感じでしたね。懐かしいですね。はい、そしていよいよですね、2010年には、スクエニから発売された、タクティクスオーガ運命の輪ですね。このゲームはですね、 PSP のゲームだったんですよね。はい、で、いよいよですね、そのついに2022年のタクティクスオーガリボーンの発売を迎えるわけなんですけど、まあ、発売日がですね、これ2022年の11月11日ですよね。で、その前のタクティクスオーガ運命の輪、こちらもですね、同じく発売日が11月の11日だったんですよね。これはね、何かを示唆しているんじゃないかなって思うんですよね。まあ、偶然じゃないんじゃないですかね。まあ、このタクティクスオーガリボーンはですね、その、まあ、前作である運命の輪のリメイク版という形になりますので、まあ、何かね、つながりが、あるんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、以上がオーガバトルサーガの歴史という感じになっております。ね、前作のこのだからタクティクスオーガ運命の輪から、12年ですね、ちょうど12年です。いや、このね、12年っていう間を得てですね、まあどんな感じのゲームに仕上がったのか、今から本当に楽しみですね。早くね、
タクティクスオーガリボーン遊びたいですよね。まあ、どんな形にリボーンされているのか今から楽しみです。